これより死刑執行後期記者会見を開始させていただきます。本日の記者会見は、公益社団法人アムネスティインターナショナル日本 NPO 法人監獄人権センター、死刑を止めよう宗教者ネットワーク、死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90の 4つの市民団体共催で開催いたします。私は本日司会を務めさせていただきます NPO 法人韓国人権センター事務局の松浦良介と申します。よろしくお願いいたします。本日の予定ですが、まず暴動市民団体より、代表よりコメントを申しまして、午後3時に、本日執行された藤島光雄さんの代理人、弁護人の方が到着される予定となっておりますので、3時以降に弁護人の方のお話という順番で進めさせていただきます。ではまず最初に公益社団法人アムネスティインターナショナル日本事務局長の若林秀樹さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたアムネスティインターナショナルの若林秀樹と申します。ご案内通り、今日お二人の方が執行をされました。安倍政権としては4回目、8人となる、極めてハイペースでの、死刑執行に対しまして、強く抗議をいたしたいというふうに思っております。ご案内の通り、国際社会は死刑廃止に向かっているところであります。今年の1年の漢字が発表されたそうですが、和ということであります。この和の意味は私もちょっと存じ上げませんけれど、五輪とか、和を乱さないということがあると思うんですが、まさに国際社会が死刑廃止に向かって努力している、その潮流の中で、和を乱す死刑執行ではないかなというふうに思います。前回9月12日が五輪招致をして決定して1週間、そして今回は特定秘密保護法が成立して、これまた前回は6日間ですね、今回は1週間ということになりますし、私から見ると、何かを批判を恐れての、あるいは影響を避けるための執行を選んだのかなというふうに思わざるを得ませんし、とりわけ私がびっくりしたのは、今週は、世界人権週間というか、12月10日が世界人権宣言が採択された国際人権デーでありますので、法務省は10日に終わってますが、世界ではまさに、人権週間の真っ只中におきまして、まさにこの死刑執行自体がですね、生きる権利を奪う、人権侵害であるという、世界宣言の、国際人権世界宣言の、第3条だったと思いますけれど、そういうことが書かれているわけですから、そういうところから真っ向から対立をする、違反する執行ではないかなというふうに思っております。先週は特定秘密保護法、アムネスティとしても採決後抗議の強行採決、強抗議、そして全面見直しの声明を出しました。そして今日この執行ですから、また声明を自分自身書いてまして、共通することがあります。それはやはり国民の知る権利を著しく制約するものであるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。一市民の人命を奪うに至るまでの過程が一切明らかにされていない、まさに主権者である国民の権利を著しく制約するという点において、この死刑執行も同様ですし、もちろん特定秘密法案もそういう知る権利を奪うものではないかというふうに考える次第であります。今回の藤島さんは、再審がありましたけど18年確定から、そしてこの加賀山さんの方に至りましては1年と5ヶ月弱という確定から非常に短い期間であります。これまでもこの刑の執行を選んだこの時期については、前回の谷垣さんの大臣の記者会見においてもはっきりされないということでありまして、死刑確定後執行までの経緯を一切公表しなかったわけです。で今回はこの前回は熊谷さんという方は多分1年と、7ヶ月ぐらいだったと思いますけれど、全くそういう経緯が明らかにされてない、まさに知る権利を著しく制約するものではないかなというふうに思っております。
ております。この辺 の詳しい個々の死刑執行囚の方の状況については後ほどフォーラム90あるいは会長さんの方からもいろいろご説明あろうかというふうに思っているところでございます。いずれにしましてもアムネスティとしては世界的な動向の中で、今回失敬されたということに対しては、強く改めて抗議をしたいというふうに思っているところでございます。国際人権諸条約の締約国として死刑に頼らない刑事司法制度を構築する国際的な義務を負っているわけでありますので、アムネスティとしても日本政府に対しまして死刑の執行停止をいち早く導入して全社会的な議論を速やかに開始することを強く要請して、私の最初のご説明に変えたいというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では続きまして韓国人権センター代表の会長よりコメントを述べさせていただきます。韓国人権センターの代表しております会長と申します。今日2枚資料を用意しております。1つが声明で、もう1つが来年の7月に実施される予定になっている自由権規約の委員会で、日本政府に対して出されている論点リスト の翻訳です。参考にしてください。今回やはり年間に4回目の執行で8名に達しているということ、それから、加賀山さんの場合はですね、上告棄却から、要するに確定からですね、1年4ヶ月、非常に早い時期の執行であるということが特徴ではないかなというふうに思います。また藤島さんのケースに関して言いますと、何度も再審請求されていた方なんですね。その再審請求 その、切れ目というものを狙って執行してきたということで、再審請求をそのしようとしている人も、執行の対象にしてきているという点で、またこの死刑執行というものが新たな局面に入っているのかなという感じがいたします。もともとの裁判 時の一審判決までの期間、一審で十分な審理が尽くされていないんじゃないかということをこの声明の第3パラグラフの方で書かせていただきました。加賀山さんの場合は事件から1年、藤島さんの場合は1年4ヶ月で一審の死刑判決が出ているということが言えると思います。国際的に死刑の廃止が非常に強い流れになってきていると、そういう中で日本としては、絶対死刑はやめない、執行し続けるんだっていう、しかもその国際社会の中からですね、秘密保護法を作る際に人権高等弁務官から、懸念の表明まで出ていた、そして人権週間というですね、人権週間としては法務省もやってるわけなんですけれども、そういう状況の中であえてこの時期を選んで執行してくるというのは、ちょっとその谷垣法務大臣 の意図を図りかねるというか、なんと言っていいんでしょうか、言葉が使いませんが、強い意味、こういう非常に具体的なテーマについてですね、対応が求められていて、それについて全く無回答というかですね、建設的な態度表明が一切ないままに、こういう形で執行が繰り返されていくということについては、本当に残念です。そしてそれが岡林さんも言われたように、秘密保護法案が成立したのがわずか、まだ1週間経ってないわけですけれども、そういう時期にを選んでですね、あえてやってくるということそのものが、あくまで、日本政府としてはその厳罰を課す、そういう死刑制度を維持しながら刑事司法を運用していくという、宣言にもなっているのではないかなと。漏れ聞くところによると、法務大臣は今の刑務所の処遇などについては、改めていく方向性を模索しているというような話も聞いています。そういうお考えがありながらですね、死刑制度については、一切もう手を触れないで、法務省が決めた通り、法務省が本当にどこかで決めているのかどうかも分かりませんが、惰性のように死刑の執行が続いていくという状態を、対して一切、発言もなさらないし、止めようともしないということについては本当に残念でなりませんということです。
ありがとうございます。会堂ってこの後スケジュールの都合で途中で退出をさせていただき、いただくことになっているんですけれども、もし会堂宛てのご質問が先にあればこのタイミングでお願いいたします。ご報道集会がこの会館の中であると聞いてます。すみません。現時点で再審請求してなかったと思います。要するに5回ぐらい再審請求を繰り返していた、と。だから再審請求のでも意思を捨てたということではないと思うんですよね。準備中で間に合わなかったということなのかもしれませんが、そのあたりの詳しいことは、この後来られる弁護人の秋田さんに尋ねていただきたいと思うんですけれども、いずれにしても判決に対して強い不満を持ち再審請求を繰り返していたことは間違いないので、そういう人に対しても再審請求が現に継続中でなければですね、執行していくという、そういう姿勢を明らかにしたのではないかなと思います。すいません、毎日新聞の伊藤です。先ほどご説明のあった論点リストなんですけども、これは今後その法務省なり日本政府の方が回答を作ってで、自由権規約委員会の方に、回答すると、それに対して、第5回審査が行われると、そういう流れになるということでよろしいでしょうか。この論点リストに従ってですね、回答を言う場になるんですね。審査の第一ラウンドはそういう形になって、ですからこのリストに沿って政府がずっと答えを言っていって、それに対して委員が皆さん発言されて、もう一回回答があって、そして、審査は終了、そして、最終見解をその作る作業になるという、そういうやり方です。そうするとこのリストに対する、法務省の回答というのはこの2014年7月に明らかにされるということですかね。はい、その時には必ず明らかになります。もしできれば事前にもらいたいところですかね。NGO がその外務省などに申し入れて、こういう論点リストが出てんだからどういう答えをするのか教えてくれというような交渉をする場合もあるし、多少教えてもらえる場合もあるのかもしれませんが、確実に言えることは7月にはこれに対する回答は聞けるということです。わかりました。ありがとうございます。たびたびすいません、読売新聞の崎です。法務省、お金をお聞きしたいんですけれども、その今回129になったんですよね。で、130って前から大台と言われていて、法務省内ではその、たくさんいるっていうことが、懸念されていたんですけれども、この130、でずっと131とか133とか来ていて、で今回129になって、これって法務省にとっては何か意味のあることなんでしょうかね。その質問にはちょっと答えることが大変困難ですけども、法務省の官僚の人たちの考え方を推測するとね、推測ですよ、外れてるかもしれませんが、一定 そのターゲットを決めて、これ以上増えないようにしようというふうに考えている節はありますね。でそれはだけど我々に言わせると、今後その国際的な動向に従って死刑が廃止されるに至ったら、その人たちは別の刑に変わるわけですよね。だけどその人数が増えてるからってことで、その人数合わせのように命を奪うというのは非常におかしいのではないか。過去にですね、そういうことを言った判決があったんですね。間もなく死刑が廃止になるかもしれないので、順番が違うだけだって、これは孫東八事件という、有名な事件で、死刑囚自身が処遇上の違法を訴えた裁判の一審判決、非常に有名な判決なんですが、彼は少し早く生まれすぎたためにその死刑に執行されようとしていると。だけどもう少し時間が経てば、1950年代の判決だけどね、そういうことを考えていたところから比べると、その当時の日本の国会でも死刑廃止の法案が議論されたりもしていたし、
それからもう60年以上経つんですけれども、130人が多いか少ないかみたいな議論というのはちょっと情けないというか悲しい議論だなと思いますけど。では、ご質問の方はよろしいでしょうか。では、続きまして、死刑廃止国際条約の批准を求める法案90より深田拓さんお願いいたします。死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90の深田です。今お二方がおっしゃったみたいに特定秘密保護法案先週ああいう形で強行採決してでまた共謀罪まで考えているっていうような状況とそして今回の死刑執行っていうのはもう全く一連の強権的な力でもって押さえつけようとする流れの表出だというふうに思います。でそういうことに対してまず怒りを表明しておきたいというふうに思います。でまず具体的に今回執行された加賀山さんの方に関して、もう一方の方は弁護士の方が来て話されるんで加賀山さんの方のことでこちらの知り得ていることをお話したいと思います。で加賀山良二さんっていうのは、確定して1年4ヶ月っていう短期間で死刑を執行されてしまいました。こういう形の早い執行っていうのはまずありえないっていうふうに思っていたんですけれども彼は確定する前の年そしてそのもう一つ前の年も確定した場合自分は再審請求をしたいので大道寺社畜基金に対して再審請求の支援金を要求するっていう求めてきていたわけです。で去年確定してで私たちはその再審支援金をお支払いしようと思っていた矢先の執行でした。で再審支援金っていうのはその本人に渡すんじゃなくって代理人になる再審弁護人になろうとする弁護士あるいは恩赦請求をするのに協力する弁護士そういう弁護士に対して渡すっていうのを一応原則にしているものですが代理人を彼はおそらくつけることができなかったわけですね。で確定した後連絡が結局大阪拘置所の彼とは、確定処遇に入ってしまって連絡が取れずにいてで何らかの方法で代理人を確認してからお金を払おうと思っていたんですがそれはうまくいきませんでした。である大手の通信社が去年かなアンケートをやった時も加賀山さんは確定して2ヶ月目だったんですけれども再審請求をしたいっていうことをはっきり書いておられてそれで、死刑の執行によって殺されるっていうのは一番無残な死に方だ自分はどっちみち拘置所の中で死ぬしかないんだけれども無期懲役終身刑であってもそういう形で死ぬ方がいいっていうようなことを書いておられました。で彼自身獄中でとにかく今まで彼は非常に無残な人生を生きてきた人なんですけれどもエッセイを書いたり短歌を書いたりして死刑廃止のための大道寺社畜基金に投稿してきておりました。でそのさっきから言ってる大道寺社畜基金っていうのは2つの事業をやっていて1つは再審支援金を年に5人から6人の死刑確定者に渡す。でもう1つは絵画とか文章の作品みたいなものを応募してもらってそれを検証する。でその応募された作品を作る過程で死を前提にして生きている死刑囚が生きるっていうことを初めて体感していくっていうふうになるっていうふうに思っているわけです。で、ちょっといくつか短歌を読んでみたいと思います。で一つは一昨年2012年に投稿してきた短歌5首っていうのがありまして、まあ普通の世界で言うと立派な短歌でも何でもない稚拙なと言ってもいいかもしれないんですけども短歌なんですけれども、そういうところで文字を通して何か自分を見つめ直そうとしている姿があるっていうふうに思うんです。で一つは現世では孝行できぬ身となりて闇たる母に詫びるすべなし、それから還暦を祝ってくれる人もなく孤独な我に頼り舞い込む、この頃は未決だった時なので頼りが来てたわけですね。
で一日を座禅で過ごす僧を真似て形だけでもにわか禅師に何一つ捨てるものとてなき我に命捨てろと判決ありし。でこれが多分確定判決が出た時の歌だと思います。熱帯夜打ち上げ花火の音響き窓に近づき夜空を仰ぐ。そして今年2013年に確定後に、確定後っていうのはちょっと正しくないんですが去年の暮れの段階に、大急ぎで送ってくれた短歌が今度は6週ぐらいあります。重き罪背負いて歩く辛さにも仏にすがり今日を生きる。人の道踏み外したる身になりて日増しに募る後悔の念。短歌でも遺作になればそれでよし心静かに迷路の旅へ。獄の中動物園の猿よりも自由なき身の独房暮らし。我が子らが会いに来るのを4年待ち生きてるうちに一目会いたし。お子さんが2人かなんかいらっしゃって結局会えないまま亡くなったみたいです。悪人と呼ばれし我も人の子で病にかかり涙も流す。でこういう形で加賀山さんはなんとか、獄死する身になろうとも獄中で人間らしく初めて生きようとしたんですけれども今日死刑を執行されてしまいました。で今年になってさっきから言ってるみたいに4巻に分けて8人の死刑囚が殺され、それからもう一つは今年になってから3人の死刑確定者が獄死しています。で獄死っていうのも確定執行されなかったからまだいいじゃないかっていう考え方もあるかもしれませんけれども、この前獄死された方は死刑が確定してから25年間東京拘置所で一人で独房で生き抜いて、でその25年前に書かれた彼の文章では、とにかくに自分を支えてくれる人たちのためにもなんとか死刑が廃止になったら外に出てみんなと会いたいっていうふうなことを書いていたのですが、でみんな支援してくれる人たちに対して感謝の手紙を書きながら結局肺がんで今月だったかな亡くなりました。でこういうふうに8人と3人11人もの確定者が今年になってから死んでいるにもかかわらず、なんていうか死刑の執行を繰り返していくというのに非常な怒りを感じています。で何としても今後打ち続かぬように死刑の執行が続かぬように声を上げ行動していきたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。まだ今の時点で秋田弁護士藤島さんの弁護人の秋田弁護士が会場に到着していないので、先に、前に、登壇されているお二人への、ご質問をお受けしたいと思います。質問
特定秘密保護法が成立して、また危険度がガクッと高くなりまして、まあ、あるんではないかと何年代には思っていました。まあ、ご案内通り、その国民から見るとやっぱりその表現の自由なり知る権利ということを著しくやっぱ制約せざるを得ない点においては、私は共通しているというふうに思いますし、ますますですね、なんて言うんでしょうか、その萎縮する社会が作られつつあるのではないかなという感じはします。直接は結びつかないまでも、まあ、究極的にその、まあ、表現の自由の、まあ、極度のこの、まあ、刑罰がやっぱりあるわけですから、やはりこういう日本に、まあ、自由な社会にはまあふさわしくないということは言えるんじゃないかなと思いますし、国民も、頭の中ではどこかでそこの結びつくを非常に感じているのではないかなというふうに思います。いずれにしましても、まあ、国際社会の、まあ、潮流の中でですね、全くそういったところから背を背くこういう、まあ、死刑執行に対しましては、まあ、改めてやっぱり、まあ、抗議を、ね、したいなというふうに思っております。ちょっとあります。時間かけて少しあります。はい、ご質問。すみません、ちょっとタイミングのことでもう一つ伺いたいんですけど、国会が終わってすぐなので今週じゃなくてあるとしても来週なのかなと思ったことと、先ほどおっしゃったように世界人権週間あえてこの最中にあるのかということがあって、なぜ今週だったのかっていうのを何か推測できるようなことがあれば伺いたいと思います。何か推測することはありますか？なぜ今週だったのか。いや、僕も今週というふうには思ってなくって、年内には必ずあるだろうとは思っていたんですけども、ただ国会閉会後に即執行するっていうのは何年か前まではずっとあってたことなんですよね。ただあんまりそういうこと関係なしに最近は執行してきてるんで、やっぱり 年末ギリギリぐらいかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、あえて推測すればですね、まあ、前回そのまあ、オリンピック招致でまさか翌週はやらないだろうと、逆に、まあ、ある意味じゃ下の根も乾かないうちにそんなことないだろうと思ったらやりましたし、今回も特定秘密法が翌週ですからね。でましてやその国際人権、まあ、世界から一番批判を浴びやすい、人権週間国際人権で、まあ、10日ですから、わずかその2日後に、まあ、こういうことをするという意味では、あえて日本政府としてはやっぱり死刑は執行していくんだと、そういう維持していくんだという、まあ、強い意志の表れをあえて示しているのかなという感じは私はないわけではないというふうに思いますが、まあ、いずれにしましても4回目ですから、まあ、すごいハイペースでの死刑執行であるということには変わりない。ちなみにすいません、世界人権デーは12月10日で、世界人権週間はいつからいつまでなんですか？それは各国バラバラなんですね。法務省は4日から10日までですが、終わったという記事になるかもしれませんが、世界では続いてますので、今週はこれがやっぱり人権問題だと全く取ってないわけですよね、日本政府は。まあ、ここはやっぱり世界との一番乖離があるところじゃないかなというふうに思います。第3条に記憶が正しければ、生命、自由、身体の自由をに対する、まあ、権利を有するという、まあ、本当に生きる権利そのものを侵害する死刑執行だというふうに思いますので、65年前にこれを作った先人たちのですね、やっぱり思いというものを全く無にするような、まあ、この死刑執行に対しては、本当に世界からはもう呆れ果てるという感じではないでしょうか。いまだに死刑を廃止している国々の人から見れば、まだまだ日本で死刑制度あるんですかという、まあ、驚きの声ですよね。これがやっぱ率直なところだという、そういう見られ方をしているということに対して、政治家あるいは政府がしっかりその自分自身の姿は見えてないということが、やっぱ非常に大きな問題だなというふうに思います。まあ、一方では北朝鮮の人権侵害に対して、まあ、国連の調査委員会を求めるとけしからんと、まあ、言いながらも、
まあ、一方では自らそういうことをまあ犯しているという、あるいは見られ方ということに対して、自分自身の姿が見えてないということが、やはり世界から見ればなかなかそこで信頼を勝ち得ることができない、まあ、理由にもなっているのではないかなと。今ですね、秋田弁護士については、あと電話連絡をして確認を試みておりますので、分かり次第状況をお知らせいたします。あと本日の配布資料ですが、今日発言をしていない団体で、からですね、配布資料が出ていますので、そちらも今のお時間と確認させていただきます。死刑廃止を推進する議員連盟会長亀井静香様名義の声明文が1枚。あと死刑を止めよう宗教者ネットワークからも、声明が1枚、配られていますので、もしお手元にない方は、受付の方でご確認ください。で今、ご質問のある方、まあ、大体2ヶ月、2月、4月、9月、12月なので谷垣さんは鳩山さん並みのハイペースという印象で捉えてるんですけれども、小林さんの印象としてはそのくらいのハイペースで捉えていらっしゃいますか？そうですね、人数的には鳩山さんまではいけないですけど、それに近いでもいいんじゃないかなと思います。今回はその4月以降、9月までちょっと間というのもありますけど、そういうハイペースも予測しているという、ただいま、藤島光雄さんの、弁護人の秋田和恵さんがいらっしゃいましたので、秋田さん、よろしくお願いいたします。すいません、弁護士の秋田和恵です。藤島さんの、上告審の首位書は国選の弁護人が出されていたので、1990年か4年ぐらいに首位書が出された後に私の方が補充書という形で上告審を担当させていただいて、多分彼は最新5、6回やってますけれども、あんまり秋田和恵の名前だと誰も信じてくれないので、時々ゴーストライターを使って実は私が書いてるとか、そういうこともやりながら、なんとかかんとか引き伸ばそうと思ってここまで来ました。だもう20年ぐらい付き合っているので、私ちょっとここ1年ぐらい忙しくて彼のことを全然面倒を見れてなかったので、なんかその隙を突かれたっていうのでものすごいショックです。で、法務大臣の谷垣さんっていうのは34期の弁護士で、私の5期先輩ですけれども、まあ、彼は弁護士になりたくて一生懸命勉強してたけど、お父さんが亡くなっちゃったんで後を継げって言って政治家になった人だったと思います。私34期の弁護士いっぱい知ってますので。で、一体全体憲法やって人権とかやった人がどうしてこういうことをやるのかなと、やっぱり特定秘密保護法を通しただけのことはあるなと思いました。なんかものすごく乱暴なことだと思います。で、皆さん の質問の中で藤島さんと最後にどんなことをお話ししましたかって質問されるんですけど、最後も何もそのいきなりやるわけですよ。だから私最後に何を話すっていうのも、もちろん彼と話したこと覚えてますけど、いろんなことをですね。だけどもそれをこんな形でですね、最後のお別れもさせない死刑の執行する国ってどれだけあります？それアメリカのいろんな州で死刑やってますけど、最後に何食べたいんだとか、最後に罪を告白したいのかとか、仏教がいいのかとか、牧師さんがいいのかとか、まあ、死刑執行自体みんなオープンって言えばオープンのところが多いし、まあ、皆さんですね、いきなりやられるってことはなくて、それなりの準備やお別れもできるわけですよ。だけどそんなこともなく、私は藤島さんとちょっと目を離してる隙にっていう感じで、いきなり今日朝言われて、まあ、なんとも言いようがなかったですね。どう思われますかって言われても、まあ、言葉は最初出なかった。で、まあ、力及ばずです。もうそれしか言いようないです。私は藤島さんと笑いながら最後の方の何回かで話してた時は、私に死体引き取れとか
言うから、あなたもうそんな話してるのと、そんなんだと死刑執行してもらいたいと思ってるみたいだね、私嫌だよって、あの死体なんか引き取りたくないから、でお葬式やってくれって言うか、何言ってんのって、誰も死刑囚のお葬式なんかやってくんないから。で彼は立ち会いの監視に向かって僕の弁護士って見てください、こんな冷たい人なんですいうわけですよ。でそれなんでそういう会話するかっていうと、この人に死体引き取ってくださいとかそんな話しちゃったらもう僕執行してもいいですっていうのに等しいんですよね。だけどもちろん立ち会い監視がいるからそんな会話できないので、え何言ってんのっていう会話をして、嫌だよって、私死体引き取りたくないし、あのだいたいうちには仏壇だってないうちで私も育ってるので、あの宗教もないし分かんないしって、じゃあ僕はどうなんですかって言うから、そんなに死刑執行してもらいたいわけっていう、そういう会話をしました。それからまああの彼はすぐ拗ねるので、自分で僕やりますからもう手出さないでくださいとか言って、自分で再審請求とかもしてたので、今回皆さんのマスコミの方が一番聞きたがっていたのは、その再審請求中に絞首刑になったのかどうかってところなんですけれども、おそらくですね、彼が自分の手でやってたものはちゃんと処理して、そんなの聞くに値しないって処理だけ処理はして、それで絞首刑にしたんだろうと思いますよ。そんなあの私の方でものすごい怠慢なものを出している最中ではなかったので、そこはまだ確認はしていませんけど、ご本人しかその書類とかのやり取りはいかないので、ただ時々自分でやるからっていうようなことをおっしゃって、拗ねる時期がありました。で、まあ、拗ねるなって言ったってそれは拗ねますよね、先がないんですからね、先もなければ見込みもないので拗ねるだろうと思います。でこの事件は、上告審で初めて幼児期の虐待がその犯行形態をに直接影響した事件だっていうことで、責任能力と判断能力がなかったんじゃないかっていうことで、90年代に多分最高裁でそんなことを柱にしてですね、あの上告補充書です、修書じゃないですか、補充書書いた人いないと思うんですが、それで始めた事件です。それで、当時 TBS の、女神の天秤というあの1時間ものに彼の生育歴をずっとたどっていって、犯行形態が、水に沈めて殺すっていうのは彼自身が子どもの頃に繰り返し受けた虐待と全く同一であると、つまり彼は繰り返している、自分の受けた虐待を他者に対して繰り返しているんだということで、テレビでやっていただいたこともあります。それからニューヨークタイムズにも多分載ったことがあると思います、彼の事件。ただ、アメリカのよりも10年20年日本こういうこと遅れていたので、当時やっぱり虐待の話をしてもみんなピンとこないし、幼児期に虐待したからってそれが何なのよ、それが人殺しするってことになんないでしょうっていう、まあそれはそう言われてみればそうかもしれない、幼児期に虐待を受けた人みんな殺人者になるわけじゃないので、あの、まあ、それで一個だにされないという論点で終わってました。ただ今裁判員裁判になった時に、彼は1958年生まれなんですけれども、皆さん、まあ、あのお若い方ばっかりでわからないと思いますけど、高度成長期のですね、あのまさに影の部分の人なんですね。だから彼のようなみんなが貧しい時に、貧しかったらいいけれども、みんなが上向きで頭になんかあの三角形のこの季節になるとですね、赤いあの何ですか、サンタクロースの頭巾かぶったりして、お父さんやお母さんがあのケーキを持ち帰ってですね、本物のシャンパンはまだ手に入ってないけれども、甘ったるいシャンパンみたいなものを手に持って、今日もボーナス上がったなって言って嬉しいなって言って帰ってくる時期に、彼はお父さんも知れず、お母さんは半ば娼婦ですよね、で育って、で おばあちゃんの家とお母さんの家と施設の家を転々とさせられて、一番彼の原体験はおばあちゃんとお母さんがこんな子を絶対育てたくないと、こんな子なんて育てなきゃいけないんだってお互いに押し付け合ってた、そして水に沈められたり虐待を受けてきた、そういう人生を生育歴を持ってるわけです、まあ、だからって人を殺してもいいことにならないだろうって、もちろんそれが最高裁判所の論理ですけど、最高裁判所の判事でそういう生い立ちの方いらっしゃるでしょうね、おそらくいないと思うんですよ。で、あの私彼の生まれた秋田県にも行って施設も行きました。でその観音校っていう施設は、皆さんもちろんお若い方は知らないでしょうかって会話ばっかりするのもなんなんですけど、遠藤さんっていう昔ですね、体操の選手でオリンピックで金メダルを取った選手がその観音校出身なんですね。
もう知らないですよね、遠藤選手なんて。だけどその観音校に行くとですね、そこに遠藤選手の白黒のオリンピックの、多分あれ東京オリンピックですかね、東京オリンピックの時の写真が載ってて、こんな施設出身でもこんな風な人もいるんだよ。でも多分ね、それに連なる人はもう出てないと思うんです。遠藤選手を持っておしまいだと。で、確かに東京オリンピックの時に金メダル取るっていうの貧しい人からも出たと思うんですよ。だけど1958年生まれで、まあ今だから要するに55、6歳ですよ。高度成長期で貧しさっていうのの意味が全然違うんだって私は最高裁で言ったんですよ。だからそういうところで、お父さん知らないよ、お父さんの名前もお母さんも知らないよって、なぜならあまりにも男性関係が派手だったから。でそこで生まれた彼がですね、虐待を受けて、おばあちゃんからも虐待を受けて、施設行って、それでも施設を飛び出して何回かお母さんとこ帰りたいと。つまり彼は全然愛されてないお母さんをずっと恋しがるわけですね。だから女性に対する愛憎がすごいんですよ。まあ、だから彼の考えたこと、生育歴がまさにそんな、最初に殺しちゃうその人は好きだった人のおばあちゃんなんですけども、その人をストーカーみたいに追いかけてって、今だったら単に皆さん一括りにしてストーカー殺人ってなっちゃうような話ですけども、内容を見ていくと、その好きで好きでたまらない女の人への執着心はあって、それを彼女に合わせてくれないのはこのおばあちゃんがいるからだと思って殺しちゃうんですね。で、もちろん今のストーカーと同じだって言われて同じなのかもしれないけれども、一つ一つ丹念にたどっていくとですね、ものすごくその深い、その彼自身の生い立ちから吹き出てくる怨念みたいなものや執着心や愛憎っていうのが本当に人間的に出てくるというか、まあ彼自身が表現できたのは殺人行為でしかなかったんだろうなと、そういう事案なんですよ。だからもし今一審から私がやらせてもらえて裁判員裁判だった時に、いや皆さん豊かな中の貧しさって考えてください、皆さん学校行く時に保護者の欄に当たり前のように父と母と書かせられて、その時に自分はお父さん誰だか知らないとか、お母さんも誰だか知らないよっていう人生をずっと歩んできたらどうなのかと。で彼のその小学校時代っていうのは競争社会で中教審の答申が出た時代ですから、学力テストとかいろんなことあったわけですよ。学手でどん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 そのピラミッド型の競争社会に入っていくわけですね。でもちろん公害問題もどんどん出てくるけれど、とにかく成長して大きくなること、物質がたくさんあればあるほど幸せだっていう中で競争していく、そういう小学校中学校を過ごして、で彼の知能は小学校4年生ぐらいだっていうふうに認定されてましたけれども、まあ現実にはもっといろんな世間知があるのでそういう感じでは全くないんですけれども、でもその中でね、だから学校でも落ちこぼれ、家庭は施設かお父さん知らずのお家、おばあちゃんちかお母さんちか行ったり来たり、だからそんな育ち方して絶対に自分は犯罪者にならないんだって言える人がいたら、私その方の顔見たいですよ。私は犯罪者になっちゃうかもしれないと、もしくは犯罪の被害者になっちゃうかもしれない、そういう人なんですよ。だから谷垣さんっていうのは一体どういう人なんだろうと思う。私それはいっぱい書いてきたから、文書読んでちゃんと署名読んで、彼がどういうふうにやってきたかっていうのを読んでサインしたんですかね。実に同じ、まあ彼は弁護士はほとんどやってませんから弁護士とは言いたくないですけれども、少なくともねそのぐらいの検討をしたのかなというふうに思います。まあ、谷垣さんより若い世代でしょう、彼の方がちょっと年上でしょうけれども、まあ非常になんていうのかな、この一刀両断みたいなやり方っていうのは、このなんていうのかな、政権の危うさっていうのも藤島さんで象徴しているような気が私はしました。すいません、長くしゃべっちゃって申し訳ありません。ありがとうございました。ご参加の方から、ご質問等がございましたら、ご手を挙げください。すいません、読売新聞の岩崎と言います。再審請求のことで確認なんですけれども、実際に彼が一人で自分で書面を作って再審請求を
したということはこれまでにあったんですか？あります。多分6回目かなんかがそうなってたんじゃないかと思いますね。最近なんかちょっと拗ねて僕は全部自分でやるんですとかっていうのが来て、でそこは私の良くなかったんですが、また拗ねてるなみたいな感じに聞いちゃったもんですから、それが本当に非常になんていうかね、もう今更言ってもしょうがないですよね。6回目というと、2010年に第5次が棄却されてると思うんですけれども、その後ってことですよね。私が知ってるもしかすると2010年かもしれません。その僕一人でやりますって言ってきたのは、ちょっとまだ私も今日朝からいろんなことがあったもんで、全然まだその資料を確認はしてないのですいません。あとですね、まあ、秋田県に私行って被害者の一人も謝ってきたりしたんですよ。で被害者の一人は2人目に殺された男の人なんですけど、その彼女の彼氏だった人は、私と小学校が一緒なんですよね。それでお父さんとお母さんとこ行って、線香をあげさせていただけますかって言ったらは、まだ生きてんですかって言われて、はいすいませんごめんなさいまだ生きてますって。でそれを生きさせる仕事してるのが私なんで、お線香をあげさせていただけるかどうか嫌だったら言ってくださいって言ったらば、またそのお父さんやお母さんもいい方で、いやいいよ弁護士さんが別に殺したわけじゃないもんね、大変だよねって言ってお線香をあげさせてくれたんですよ。だからまあ、あのお父さんとお母さん今ご存命なのかなっていうのはちょっと心配っていうか確認はしたいなと思ってるんですけど、まあもう一回お線香をあげさせていただいたきりの状態で終わってしまったので、その時にやっぱりあんな悪いことした男はまだ生きてんだねって言われた時に、まあそうですすいませんっていう話はしましたね。あとね、まああんまり彼の話しても仕方ないですけども、その死刑の話ばっかり出てくるもんですから、まあ、私は明日ね歩いてて交通事故で死んじゃうかもしれないし、こんなに腹立たれてるから過労死で死しちゃうかもしれないと、でもねあなたはねで悪いことしてそれで殺されるんだから理屈が通っていいでしょっつったら、それは自分のやったことでちゃんと原因と結果が分かるから、そういう意味じゃ納得しやすいんじゃないって言った、本当に意地悪いって言って私に向かって言うわけですよ。だけど世の中の人死ぬ時ってじゃあみんなどうやってね、その殺された人も含めてどう思うって、これで納得して死んだってわけじゃないでしょうっていう話をしたんですね。まあでも彼にそういう深い思考ができたかどうかっていうと、おそらくですね虐待してされている時に感情を遮断するようにしてらっしゃるんですよ。やっぱりその記憶を都合よく塗り替えていかないと生きていけないっていうところもあるので、だから私の方で引き出してって、まあその虐待体験は結構出してはきていましたけれども、ある種本当の意味の心の底からその相手に対するその気持ちをどうやって持っていくかっていうのは多分相当難しかったんだろうなと思います。だから私は別に藤島さんの天使だなんていうつもり全くないんで、ただそういう心の在り方にさせられちゃったのは彼のせいじゃないんですよ。どんな子供も家族は選べないから。すいません、毎日新聞の伊藤です。これすいません、秋田先生への質問になるのか、深田さんへの質問になるのかちょっとわからないんですけども、フォーラム90の抗議声明の中に、藤島さんは過去数回再審請求をしており、年明けに新たな再審請求を準備していた矢先の執行だったと書いてあるんですけども、これそうすると過去に6回再審請求をしていたけどもということ、まずここは6回ということになるんでしょうか。少なくとも5回している、5回はしているということなんですよね。でこの年明けの新たな再審請求というのは、秋田先生の方にご依頼が何かあったわけではなくって、別に何かそういうご本人の動きがあったということですかね。ですね、さっきも言ったように私の名前じゃないのに私が書いてるのもあったりして、今回要するに手を返しの青会はやってるんですが、実際は事実としてはほとんど争ってないんですよ。だからいつまでたっても責任能力とか
そんな話しかできないんですね。で、ただ1990年代の文献よりも今の文献の方が虐待が子どもの海馬を小さくするとかね、感情面で前頭葉にこんな影響があるとかって、なんか横のものをいつも縦にして、まあ、今もう縦じゃないんですけれども、要するに翻訳したりして文献新しいの出たじゃないか、新証拠だって言うけど、そんなもん新証拠じゃないよって突き返されるのは私たちがやってたことではあったんですね。だからいろんなあのお医者さんにも頼んだりとか精神科医にも頼んでみたりとかしてたので、同じバージョンであることは多分ほとんど間違いないんですよ。あと昔はもう最近は2人殺したらば死刑って出てたんですけど、藤島さんの時代は3人がアウトだったんですよ。なんか選挙の1対3みたいなやつ、参議院選挙のですね、格差みたいなもんで、まあ1対3って考えて人の価値ってそういうふうに考えてたから、死刑においてもそれもいいのかなって私は若干思ってたんですけれども、あの要するに2人殺して死刑ですっていうのは多分藤島さんがかなり早い時期。でそれはなぜかというと、彼のその犯行対応が悪かったっていうのもあるんですが、その犯行対応じゃなくて裁判中にですね、文通をしていて、その外にその証拠として出されてですね、こんなに彼は反省してないっていうふうに言われて、もう更生の余地がない人間だっていうふうに、あの控訴審あたりでされてるんですね。だからあの露悪趣味っていうか、よくあの大量殺人なんかやってしまう方たちにありがちなんですけれども、その最後になんかこう悪ぶって、俺は大丈夫なんだよ、俺は平気なんだよって見せることをしてしまった。そのぐらい賢くないんですよ。本当に悪賢い人はそんなことしないんですよ。もう話飛びますけども、オウムの死刑囚なんか私見てますけど、一番悪い人が無期懲役になってますからね。私あの人は全員知ってますので、もう誰かって言いませんけれども、人間性としては一番賢いけど悪賢い人が無期懲役で同じことやってなってますから、あの裁判中の態度とかそういうことがどれだけ影響するかっていうことすら彼は計算できないぐらいのレベルだったことは確かですね。それで彼それになっちゃった。まあでもその最新の準備はそのバージョンの中でやっていくっていうしかなかったろうと思います。あの昔はその一体2人しか殺してないのになんで死刑なんだっていうのをやってたんですけど、最近ちょっとそれが2人でも殺されるようになっちゃったので、2人しか殺してないのになんで死刑なんだっていうのがちょっと説得力がなくなりつつあって、ちょっとそれは使えなくなってたんで、やっぱり判断能力とか、人格形成におけるまあその本人のみの責任ではないんじゃないか。で諸外国では刑罰は教育刑だって言ってるところもいっぱいあるわけですよ。だとするとですね、彼の場合は私は、閉じ込めとくことじゃなくてカウンセラーつければ相当程度真っ当な人になれた余地があると思います。でもそんなこともちろん誰も、審査してくれないので、なんとかそういう検査をさせてくれとか、脳の、CT を取らせてくれとか MRI を取らせてくれとか、そういうこともやりましたけど、あのもちろん何もそういう手立てを、まあ、拘置所は取るつもりはなかったですね、まあ、そんな感じです。だから6回目ってそんな感じで考えてはいたのではないかっていうか、お互いそんな話をしてたということは確かです。ちょっとあの昔から支援やってる方がいらっしゃいまして、あのその方と相談しながらこの病に関しては書いてると思うんで、ちょっとあんまり確証的なあれではないんですよね。支援者に私あのあれですよ、あのなんだっけ、あの情報というか、あの彼のいろんなものを見せたりはしてたんで、あの皆さんが準備してくださってたことは確かです。信念かどうかは別です。じゃあ少なくとも過去6回再審請求をしていて、まあ、支援者の、協力を得て再審請求をするつもりがあったという範囲だったら大丈夫ですかね。
は5回か6回、5回は確実なんです。6回目にこれが入るのかもしれないです、うん、ただご本人がやってるのの育成が全部こっちには来てないので、いやいや、ご本人のが5回目で今カウントしてると思います。私もね、いろんな名前で出したのちょっと覚えてないっていうか、何回も何回もやったので。じゃあ 5にしといたら確実、まあ、5は確実です。では、他にご質問はよろしいでしょうか。では、これをもちまして本日の記者会見を終了したいと思います。本日配布資料の中にですね、国家は人を殺すという死刑映画週間という第3回目のチラシ等もお配りしておりますので、こちらもあの関連イベントとして各媒体で取り上げていただければ幸いです。また本日この後のご予定ですが、午後6時から6時半の30分間法務省前の路上にてアムネスティインターナショナルを中心とした市民団体市民による抗議行動が予定されています。こちらも、お時間があれば合わせてご視聴いただければ幸いです。お時間は6時から6時半の、時間になります。では、本日はこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。皆様お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。